皆さんこんにちは。今日は日本語を勉強している生徒さんだけではなく、日本の方々にも聞いてほしいお話があって動画を上げています。それはオンラインショップから送られてくるダイレクトメールです。私はこのオンラインショップで物を買った時、サプリメントを多分買っているんですが、その時にメルマガはいらない、お知らせも受け取らないにチェックを入れています。もう一度先ほどオンラインショップに入って確かめてみましたが、受け取らないに設定してあります。なのにこういうのを定期的に送ってくるんですね。いらないです。迷惑です。ここ個人情報書いてありますよね。これこのままシュレッダーにかけてしまうと、こんなにたくさんの紙が私のシュレッダーの中に入っていくことになり、こんなことばかりやっているとシュレッダーの中はあっという間にいっぱいになってしまいます。今時名前や住所などバレてもいいだろう、このまま紙ゴミの中に捨ててしまえばいいだろうと思う人もいらっしゃるかもしれないんですが、ここにお客様番号なるものがあり、こちらに QR コードがあるということは、ここに書いてある以上のことがもしかしたら読み取る意図を持って読み取ろうとする人がいたら、個人情報の中の中までもしかしたら見られちゃうかもしれない。だから一応こういうものは、個人情報書いてあるところは全部切り、よいしょ、そしてここまで切り、ここは何もないなと思った部分だけが紙ゴミとして捨て、そしてこのいろいろ書いてあるものはシュレッダーにかけます。さらに最悪なのはこのような形で、このような形で送られてくる本です。ここの会社も、私は普段物を買っていますよ、確かに買っています。でも同じようにメルマがいらない、お知らせも受け取らないにチェックをしているにもかかわらず、こうやって送られてくる。これがなぜ最悪かというと、これ一回これ開けて分別しなきゃいけないですよね。これ燃やすゴミでいけるところもあるかもしれないけど、このビニールは何だろうな、これプラじゃないはずなんですけど、もしかしたら燃えるゴミかな。そしてここです。本は雑誌という部類にあたります。そしてこれは紙ゴミ、そしてまたここに住所がまたこの裏に書いてありますので、気をつけなきゃいけないのは、ここに書いてあるからいいだろうと思うと、裏にもご丁寧に書いてある時がある。これマジで困りますよね。 SDGs とかなんとか言って無駄なものをなくそうとか言っている時に、これもさっきのも大きい会社ですよ、何やってるんだと思うんですよ。これ本当に無駄じゃないですか。ただ送って私はそのままゴミに捨てるだけ、ゴミ業者の方もそれをまた運ばなきゃいけない。これ必要な人は必要かもしれない、必要な人だけに送ってもらえませんか。私は見もしないで捨てるんです。もしも私も見たいような冊子が送られてくるときは見ることもあります。だからそういうときはこんなに腹が立ちませんけれど、
この全く見ないものを分別して捨てなければならないとき、ものすごく腹が立ちます。これね、また中身も全部チェックします。そしてこれはこの表の部分だけでしたので、これを切ってこれをシュレッダーにかけます。で、紙のゴミ、本のゴミ、多分これはプラじゃないと思うので燃えるゴミ、そしてシュレッダー機です。私暇じゃないので、忙しいので、その忙しい私にとって、たとえ YouTube を10分見て1日のうち10分を無駄にしていたとしても、私は YouTube は見たくて見ているので、その時間は無駄ではないんです。インターネットでいろいろ検索して、それにたとえ1時間かかったとしても、それは私の意思でやっているので無駄な時間じゃないんです。ただこのように頼んでもいないものを勝手に送られてきて、それを分別して捨てなければならない、ものすごく腹が立ちませんか。しかもそれは地球に優しいことではなくて、とても無駄なことをしている。今からでも遅くないです。こういうオンラインショップに関わる方々、ご面倒ですが、一度こいつは嫌がっているんだな、いらないんだなというのをもう一度ご確認していただいて、私のようにこんなに怒っている人間には二度と送らないようにしていただけませんか。それでも私は御社の商品を買うこともあり、それはオンラインでちゃんと登録して会員になっているので、そちらで必ず買いますので、こういうことを言うと、みんながみんなインターネット使ってるわけじゃない、お前のようにどっぷりコンピューターにはまっているわけではないとおっしゃる方がいらっしゃるけど、だからコンピューターをお使いではない方のためにだけ、その方のためにだけ送ればいいじゃない。でこういう本作ってね、そしてこんなチラシを作って梱包して送るという手間に一人当たりいくらかかっているんでしょうか。これ私一人にこの本を送るのに、たとえ100円しかかかっていなかったとしても、もしも10万人の人が嫌がって捨てているとしたらどうなります。100円の10万人ですよ。10万、100万、1000万円が、1年に何回かドブに捨てられているということになります。多分100円ではできないと思うので、もっとですね、企業の方ももしこういうの送るという販売促進があるのだとしたら、この分コストをカットしていただいて、私たちが購入するものを少しでも安くしていただくともっと嬉しいです。無駄に送られてくるダイレクトメールに関してこんなに怒っているのは私だけでしょうか。この会社もそうです。受けましておめでとうございます。いらないです、いらないです。カレンダー送ってくるところもあるけど、いらないです、必要ないです。だから必要かどうか聞いてもらえないでしょうか、というのが今日私がとても分別していて腹が立ったことです。皆さんはどう思いますか。こういうのいちいち怒ってるやつがおかしいと思いますか。こういうのにかかる10分の時間がとても無駄な時間に思えるのは私だけでしょうか。ということで今日は
本当に怒っているぞというお話をいたしました。それでは皆さん、どうもありがとうございました。以上、ゆきこでした。